C2 ドメインは、タンパク質の細胞膜への標的化に関与するタンパク質ドメインである。典型的なタイプは8つの β ストランドから構成される β サンドイッチ構造をしており、2つまたは3つのカルシウムイオンを配位する。カルシウムイオンは膜結合側に位置するドメインの最初と最後のループによって形成されるくぼみに結合する。一方、 他の C2 ドメインファミリーの多くはカルシウムイオン結合活性を持っていない。C2 ドメインはしばしば酵素活性を有するドメインと協約しているのが見つかる。例えば、10の C2 ドメインはホスファターゼドメインを細胞膜に接触させ、そこで基質であるホスファジジ類のシトールマイナス3、4、5トリスリン酸の脱リン酸化を行う。これによって、 膜から p i p 酸を取り出すというエネルギー的に非常にコストの高い過程が不要になる。点はプロテインチロシンホスファターゼドメインと c にドメインという2つのドメインから構成される。このドメインのペアはスーパードメインを構成し遺伝的ユニットとして菌類、植物、動物の様々なタンパク質に見つかる。加えて コスホイノシチドのイノシトールカンの酸ヒドロキシルモトをリン酸化するコ素ソパイ酸キナーゼもまた膜に結合するために C2 ドメインを利用する。現在のところ C2 ドメインは真核生物の他には原核生物のウエルシキンクラストリジウムパーフリンジンズでアルファードクソの一部として知られているだけである。C2 ドメインは17以上の異なる系統が同定されている。 C2 ファミリーのほとんどは基本的な深化生物種まで遡ることができ、深化生物の共通祖先以前に多様化したことが示唆される。保存されたカルシウム結合残機を有するのは PKCC2 ドメインファミリーのみであり、典型的なカルシウム依存的マ相クソン作用は PKCC2 ドメインに限定された特徴であることが示唆される。C2 ドメインは 細胞膜の主要な構成要素であるホスファチジルセリンとホスファチジルコリンを含む広い脂質選択性を示すという点で膜標的化ドメインの中で独特である。プロテインキナーゼ C の C2 ドメインは約116アミノ酸残機からなり2コピーの C1 ドメインとプロテインキナーゼ、触媒ドメインの間に位置する。C2 ドメインと相当性を示す領域は多くのタンパク質に見つかる。 C2 ドメインはカルシウム依存的な臨脂質結合と細胞内極在化などの膜標的化過程に関与していると考えられている。C2 ドメインの大部分は膜に対し CA に依存的に相互作用するが一部は CA2 への結合がなくても膜と相互作用することができる。同様に C2 ドメインは異なる脂質特異性を有するように進化している。 シナプトタグミンの C2A ドメインなど、多くの C2 ドメインは影4輪脂質に結合する。一方、他のセピラにあるファーノの,の C2 ドメインなど、他の C2 ドメインは、創生イオン脂質に結合する。この CA2 と脂質結合の多様性と選択性は、C2 ドメインが様々な機能へ進化していることを、示唆している。C2 ドメインの3次元構造が報告されており、 ドメインは8つのストランドからなる、ベータサンドイッチ構造を形成する。ベータサンドイッチは保存された4ストランドモチーフからなり、それらは C にキーと呼ばれる。カルシウムは C にキーモチーフの N 末端と C 末端のループによって形成されるおわ型のくぼみに結合する。ありがとうございます。